はい、皆様こんにちは。ガブラトリー将軍でございます。これは何なのかなみたいな、スモールですね、多分。ヘビーワイドスモールはもうちょっと分厚かったような気がするんですけど、もし間違ってたらごめんなさい。まあ、こういうところにもちゃんときちっとこうスタンプ打ってまして、この一つ一つにこういう G クラウンが打たれております。まあ、反対側にもまあこういう G クラウンが打たれてます。ここにも G クラウンが打たれてます。このリベットのこの土目、これ残すの結構難しいんですよね。バフバリバリとかけちゃうとなくなるんで、これ結構、わざと残してます。まあ、丸々にするのはもういつでもなるんで、新品の時だけのまあその、なんていうんですかね、自分のだけがもう減らす、自分がこれをこう減らすっていう、まあそういう喜びを作っているんですね。まあツルツルにはもうそのバリバリってバフかけたらもうすぐツルツルになりますんでね。でまあこれもこういう作りで、ここにダイヤモンド925入ってます。で、クラシックティーバーですね。案外これこのクラシックティーバーも出るんですよね。まあ、最近バイクチェーンがちょっと混んでまして、時間かかってます。申し訳ないです。これもだいぶ待ってもらいました。すいません。原宿で販売しました。めったに原宿でこういうスペシャルオーダー入らないんですけどね。この方は前はうちで買ってたんですよね、横浜で。だけど原宿に取られたんですね、これ。このお客さんはみたいな。そんなちょっと冗談ですけど、すいません。気にしないでください。でここもこの原宿推薦で、生前風マルシーとマルジーがくっついて、スターリングとダエンジがくっついてるというこの生前風で、オーダー入ってます。これもちろんここでロー付けしてます。ちょっとこれは分かりにくいですけど、まあやってるんですね。まあ本日はこんなところで、失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。